ショールームしてます。隣の部屋でさよりもショールームしてた。そこ混ざろうかなって思ったけどちょっとやめといた。リップ塗ればマスク外してもいいかな。うん、どれくらいできそう。30分ぐらいかな。1時ぐらいまでやろうかな。お昼ご飯食べたのこれからです。さっきお弁当をもらったので食べようかなと思ったけどちょっといいや、まだお腹空いてない。エイトの日のリハ毎日してますよ、朝早くから。夏にねリハを途中までやったのにもかかわらずやっぱりそれもね途中で終わっちゃったし、やっぱりねむずいよ、覚えることがいっぱい。舞台もあるし、そう舞台も結構始まっててセリフとか歌とかダンスとか覚えてて今で、ニューイヤーのティフみたいな、あの新年のねライブもあったりとか、元旦公演も出させてもらうことになったのでもうちょっとやばいよって感じだけど師走ですね。楽しい。 NPP 毎年出させてもらってて嬉しい。本当にやっぱなんか新年の始まりって感じがしてね嬉しいんだよね。エイトのみんなで汗かいてステージ立ってみたいな。昨日はバッチコイの収録だったんですけど、やっぱバッチコイってびっくりするくらい疲れるんですよ収録がね。で昨日も12時前に布団入って寝てた。で待って今ね高さを変えたり、朝もなかなか起きれなくて、寒すぎてさ起きれなくないですか。布団から出れなくて朝やっぱバチコイ頭使うし、朝早いし夜遅いし気持ち的に疲れちゃって、昨日の収録はなんかすごい心に負担が大きすぎて放送見ないでほしいなって思う。まあ、3月ぐらいの放送だと思うんですけど、昨日の収録は見ないでほしい、辛かった情けなすぎて。朝タイマーで暖房入れてる。ああそれいいねいいね。朝そっか、あったかければ布団から出れるか。確かに メイクすればよかった。しようかな。でもメイク道具あっちだ。ここを無人にするわけにもいかないしな。いやパンストとかはいいんだよ別に。よくないけど求められてるならやるしかないって感じで、体張る系はいいんだけど心張る系は無理心張るっていうか、昨日はちょっとしんどかったな。レッスン中？そうです。でも今は急遽あの休憩みたいになったのでショールームしてる。目薬で二度寝回避できるみたい。あー確かに、起きてすぐ目薬さしたら目がパキってなるかもね。
え、本当にメイクしようかな。ちょっと待っててもらっていい？ちょっと待ってて。このままでいいかな？一瞬待ってて。大丈夫かな？危ない。よしよし、みんなご飯食べてた。メイクといってもあんま持ってきてないんだけど、最近はこれを使ってます。オレンジのキラキラ、これを、まあ、適当、もう今日はレッスンだからなんでもいいんだけど、これをまあここにね、ここまぶたにバリバリとやって、一応ね今日ファンデーションと眉毛だけはやってきたの、朝起きて。もう一色でやっちゃいます、どうでもいい日は。したらこのチフレのこのねオレンジ系のやつをね、で、あ、ちょうどあった、このねミライトアのじゃないじゃない、ソメイティの鏡使います。こうチフレのオレンジ茶色みたいな色をこの二重のところにやって、で指でやりますね、私はよくね。で茶色を二重の端っこの方にやってと、で、まあ、ぼかして、今日はねリハだから何でもいいからね、顔は。そしたらアイラインはラブライナーですね、今日は。お、まあ、目尻らへんだけでいいかな、ピュッと引いて、ピュッと引いたら RMK のビューラーで頑張ってまつげを上げて、ソメイティ見せた方がいいか。まつげパーマしたいな、本番までに。メイクさんにいいまつげパーマのサロンを教えてもらったから、そこに行きたい。でも神奈川みたいな場所だったんだよな。あ、でこちらはエテュセのまつげの下地でも、私今欲しいマスカラ下地みたいのがあって、それが欲しいんだけど、どうしようかな。それはどうしよう、エイトの日頑張ったらご褒美で買おうかな、デパコス。マスカラ下地だけで終わらせることもあるけど、まあ、マスカラもしてみます。なんか今欲しいものいっぱいあって、靴とかバッグも欲しいんだけど、それはじゃあ舞台終わったらご褒美にしよっかな。
ってなると1月ご褒美多すぎるから、よし。ちょっと顔が濃くなった？まあこのままでいっか。リップはオペラのテラコッタ。もうメイク、私の顔はテラコッタ色でできてる。メイク道具よし。まあこれでさっきよりかはマシになったでしょう、顔が。よし、チキン南蛮弁当が置いてある。あ、ありがとう。なんだっけ、ミラーボール。チキン南蛮美味しいよね。美味しいよね、ほんと。しかもこれ出来たて。あ、出来たてかも。食べようかな、迷うな。どうしようかな。じゃあちょっと食べよう。みんな今何してるんですか？配信見てる。焼きそば食べてた。いいな、焼きそば。帰省準備いいな。もう少ししたら出かける。どこに？課題やろうとしてた。一応一応っていうのがいいね。わかるよ。課題とかやろうって思うとさ、思って机に座るもののさ、なかなかできないんだよね。整理整頓始めちゃったりとかさ。なんか私がよくやっちゃうのは、課題とかじゃなくて、今でもそうなんだけど、お仕事でお家でやらなきゃいけないこととか結構あったりするんだけど、そういうのをやろうと思って机座ってよしやろうって思うんだけど、ちょっと待ってってなって、やるべきことをメモ帳にまとめ始めちゃったりして、まとめたらなんかよし、なんか一個仕事したみたいな気持ちになっちゃうんだよね。何もやるべきことやれてないのに。あるある。いただきます。ん、あったかい、うまっ。塾から失礼します。塾中今。すごいね、塾って久々聞いた。確かに私のもぐもぐ配信久々かもね。最近好きなのはこういうお弁当の端っこにある漬物が好き。定食の端っことかの漬物も大好き。てか漬物好き最近。いろんな種類あるじゃないですか、漬物って。これ美味しいっていうのにね、出会うとテンション上がるよね。キューちゃん美味しいよね。食感がいいもんね。なんかバキバキみたいな、なんて言うんだろう、カリッカリカリカリパキパキみたいな感じ。しば漬けね、しば漬けも美味しいよね。
あれなんだっけ、山形のなんか美味しい漬物に出会ったんだよな、山形だった気がするな。そういやマリアってカレーあんま食べないよね。めっちゃ食べるよ。一昨日もカレーだったお弁当。あ、でも今もカレー選んでる子いたな。なんだっけな、山形のなんだっけ、お水漬け、あれお水漬けだった気がするな。うん、お水漬けだよね。あれが美味しかった、前出会ってご飯屋さんで。私もそこで出会うまで知らなかった、お水漬け。素敵な出会いだったね。うん。赤の女王松田さんと仲良くなった、キーちゃんなりました。キーちゃんダブル主演の相方の松田さん、キーちゃんって言うんですけど、キーちゃんは大西とか仰天とも共演してるらしくて、楽しみ。赤の女王いい感じですよ。1月29日からかな。怖そうな舞台だね。怖くはないかな、世界観がダークなだけで怖くはないね。あらすじどこまで言っていいか分かんないけど、でも誰も救われないみたいなのがキャッチフレーズの作品らしくて、ポスターのビジュアル、衣装かわいいね。そう、衣装がほんとかわいすぎてみんな喜んでくれるだろうなと思って早く公開したかった。私はね、水色のワンピースみたいなで大きな襟がついててレースなの、可愛いんだけど、他のキャストさんはもっと可愛い衣装です。まあ理由は見てからのお楽しみですね。可愛い女の子がたくさんいて、みんな可愛い衣装着てみたいな、歌って踊ってお芝居してっていう舞台なので、目は絶対飽きないと思う。
本当にバランスボールで縄跳び飛べるのっていつの何を見て言ってるの。それ覚えてくれてる人いるんだ。私本当にできたんですよ一時期。今もできるかな、やってないけどできたの。バランスボールに座りながら縄跳び飛ぶの。それ覚えてくれてる人いたんだ。それ何かに書いたものの大して突っ込まれなかったんだよね。今もできるかな、やりたい。前ねこのレッスン場とかにバランスボールがあったはずなんだけど今なくて乗ってないね。逆上がりもできるよね待って、いつ逆上がり、逆上がりってなんだっけ。ああ鉄棒か。逆上がりもできる。いやでもどうだろうね、最近やってないし。それで R1 出よう。確かにそんなことやってる人見たことないもんね。運動苦手っぽく見える。なんかそうやって言ってくる人いるけど運動できそうっていう人もいる。なんだろう、両極端。絶対文化部だったでしょって言ってくる人とバスケ部っぽいって言ってくれる人と分かれる。その差は何なんだろうね。バスケ部の部長だったんですけど。なんでだろう。シャトルランとか中学生の時とか結構最後まで残ってるような人だったの。持久走大会も賞状もらったりとか、なんか中学校とかではめちゃくちゃ体育会系だったんですよ。なんでこう言われるようになったんだろう。のんびりしてるからかな。うん、確かに料理のイメージかな。料理も体育会系ですけどね。中華鍋持って振り回してじゃん、重い鍋持って。普通女の子はあのガチな中華鍋持ってこうやって片手で振ったり煽ったりできなかったんだけど、私はめっちゃ煽るの上手だったの、中華鍋を。力持ち それはめっちゃ得意。見てほしいわ、チャーハン作ってる姿。本当に女子で一番うまかった中華鍋の煽り。確かに特技の欄に書けるね、中華鍋の煽り。パスタの煽りも得意だけど、ちょっと食べようとか言ってなんかチキン南蛮完食しちゃうんだけど、でもお腹いっぱいだ。響く。誰か来ないかな。
マリア最近ずっと外羽、うん、朝早い日は外羽にしちゃうな。そもそもなんか寝て起きたらさ、どっちかが跳ねてるからさ、そっからストレートにアイロンでやるのが、ね、難しいんですよ。跳ねちゃうからどうしても。だったらどっちも跳ねちゃおうっていう、固定一本でできるしね。サヤリン近くで配信してない？してるよ、壁の隣で。壁挟んだ向こうでサヤリンが配信してます。今来てるのレッスン着ですか？そうです。あーお腹鳴っちゃった。ロンティー、終わりにしようかな。一切れ残そう。美味しかった。ごちそうさまです。マリア最近何時に寝てる？昨日は12時前に寝た。12時ぐらいかな。11時50何分とかに布団入ってすぐ寝てた昨日は。もうこんな時間だ。カラオケしたいけどイヤホンがない。ないよね、ここにも。ないね。始まりの森見てくれました？ YouTube で今短編映画が公開されてるんですけど、お話し会でも見たよって言ってくれる人がいっぱいいて嬉しかった。でもあれスクリーンで見てほしいな。やっぱり携帯の画面だとちっちゃくてね、大きいところで見たらもっと細かく見れるし。ぜひ見るときはじゃあなんかテレビにつないだりできるじゃん。大きな画面で見てほしいです。うん、やっぱり監督も言ってたけどスクリーンサイズのため用で作ってるから、携帯で見るとやっぱり伝わらないものとかあるから、大きな画面でなるべく見てくれたら嬉しいなって思います。あの感情を吐き出すシーンとかはリハーサルとか読み合わせでは私はああいう風にだと思ってなくて、しとしとと泣く系でしとしと言ってポロポロ喋ってしとしと泣く系で
って思ってたら監督が違うって、もっと怒りと悲しみと、もういろんな感情がごちゃごちゃになって物を投げたりとか怒鳴ったりとか、涙は出るし鼻水も出るし、もう意味わかんない感情で爆発してやってほしいって言われて、えってなって、それって私やったことなくて、そういう演技を、そんないろんな感情がごちゃごちゃになるシーンみたいなやったことなくて、えーってなって、本当にそれができるようになるまでが大変で、まあ今でもできてるって言ったら分かんないけど、リハーサル 3、4回やったけど、もう本当ずっと私への演技指導みたいな感じで何度も指導していただいて、で私はできませんってもう泣きながらできませんって言ったけど、いやできるって背中を押してくれて、もう本番まで撮影日まで諦めずにやってくれて、付き合ってくださって、本当に素敵なチームだったなって思います。そうやってなんか何テイクもやったり、リハーサルでも何度も何度も指導してくれて、ありがたいなって思いました。だから本当そのカットの撮影が終わった、もう本当 何カットも撮ったんだけど、終わってもうなんかよくわかんない涙が止まらなくなって、でそしたらマネージャーさんが抱きしめてくれて、もっと泣いたって感じかな。難しかった。でもやっぱ演じるってさ、なんかセリフを言うだけ、そういう悲しかったら悲しい顔して悲しい風にセリフを言うだけって思われがちかもだけど、そうじゃないように私はなりたくて、ちゃんとその人になってその人の気持ちでっていう、やりたいって思ったから、そこまで行きたいって思ってやったから、ちゃんとその登場人物の気持ちでずっと過ごしてて、だから本当に辛くて、毎日自殺しに森に来た女の子だから、その女の子の気持ちで撮影期間をずっと過ごしてたから、本当に辛くて辛くて、早く終わんねえかなってって思ってたでも終わったら終わったってすごい、なんかその時間が大切だったってことに気づけたし、だからなんかやっと公開されてよかった、よかったなってはい、まあでもやっぱ映画とか作品って届く人と届かない人いると思うし、好き嫌いもあるし、こういうメッセージ性の強いやつは特にそういう別れたりとかね、好き嫌いとか見たくないとかあると思うのであれですけど、まあ、でもすごく頑張ったので見てくれたら嬉しいなって思います。あとなんかあったかな裏話。あとあの靴下私物でお気に入りの靴下だったからショックだった、捨てちゃった、もう靴下のまま何時間もびちょびちょで外だったので、なんか泥だらけになっちゃって、最終的にナスに捨てて帰りました。お気に入りだったけど、あとは料理も作りながらお芝居するっていうのがすごい難しくて、あれちゃんと作って、でフードコーディネーターの方に作り方とか教えてもらいながら、それをお芝居しながら作ってっていうのが本当に難しくて、作ってる振り、舞台とかだったら振りだけど、本当に作りながらやったからめっちゃ難しかった。
でも超美味しくて、あれは鹿のお肉のスパイシーマリネ焼き、めっちゃ美味しかった。でもレシピ忘れちゃった、教えてもらったのに。超美味しかったんだよな。マジか。ジビエいけるよ、私は食べれる。てかなんなら好き、ラムとか結構。馬刺しも大好き。あとは何かな。なんだろう。なんだろうな。あ、本当は雨の予定じゃなくて。でもたまたま雨が降っちゃって、なのでなんかマリノの心と雨が、天気がちょっとリンクしてるような感じで撮ろうってことになって、予定変更で、で最初とか雨で、最後は雨が止んで晴れたみたいな、天気と心がリンクしてるっていう感じですね一応。そう、雨降っちゃったよみたいな感じだったんだけど最初は。でもじゃあこの雨利用しようってなって、あとはなんだろう、なんかあったんだけど今忘れちゃった。順取りじゃないよね、順番はね2日間で撮影やったんだけど、やっぱ順番通りには撮れない、なるべく順番通りっていう風にやってくれたんだけど。あとなんか今一つ思い出したけど忘れちゃった、なんだっけ。あ、そう、軽トラの荷台に乗ったのも初めてでちょっとウキウキした。あ、そう、最初の時とか私あんまり映らないで、途中ずっと森がぼやけて映ってる時あると思うんですけど、あれはすごい説明したくて、あれには意味があって、気づいてる人いたらすごいなって思うけど、あれはマリノの目線のカメラで、最初こう軽トラの荷台からの景色めっちゃぼやけてて、どこにも焦点が合ってない絵があって、で自分の腕の傷見て、その血を見て、あ、私生きてるんだって感じてから、どんどん視界が広がって焦点が合ってく、で、あ、今森にいるんだって気づいたっていうシーンの意味なんですよ。そう、だから最初ぼやけてて
腕見てその後どんどんショーなんかピントが合ってってみたいな風にマリノの目線で描かれてるシーンで、そう、それは説明したかったなって思って、ちょっとね分からないとねただ酔っちゃうようなシーンって思われたら嫌だから説明したかったなって思って、そうカメラマンさん のと演出あの監督の演出のこだわりがあって、そう、あれはマリノの目線の絵なんですよ。でこの作品自体もともとゲートキーパーっていう職業の方がいて、東尋坊ってあるじゃないですか、それが結構スポットで、でそこにそういうゲートキーパーの方がいて、ちょっと一人で怪しいなって思った人に声をかけて話を聞いてあげてお家に戻すみたいな仕事をしてる方がいて、で監督がその人に出会ってその人に話を聞いて作った作品なんですよ。そうだから私もそのゲートキーパー東尋坊のゲートキーパーの方の資料とか本を読ませてもらって、そこに載ってる写真とか、ほんと崖の縁で座ってる後ろ姿の写真とかがいっぱいあって、いろんな人のそれ見て、お前はこれの一人になれって監督に言っていただいて、あ、演じるってことはそういうことなんだなって思って、でこの作品の中では東尋坊ではないですけど森の中で私が一人歩いてて、でそこで出会った男性がマリノにとってのゲートキーパーになるっていうお話なんですよ。だからその本みたいの読んだ時、なんか人生で初めての感覚になって、今話しててもなんか胸が不思議な感じになるんだけど、その写真とか本当にいっぱいあって、いろんな方ので写真とその方がここに来た理由とそのインタビューっていうかした本だから、そういうのが書いてあって、なんか今までそういうのになかなか触れる機会ってないじゃないですか、しっかりと。でもお仕事でこうやって触れて、なんかなんだろう、演じる責任感とかもあったし、それもより難しかったなって思いました、っていうめっちゃ真面目な話をしてる今。いやでもあれ見た時はすごかったな。でそのジビエ料理っていうのもその命とかけてて、料理っていうのをね、やっぱ料理も命をいただいてるわけじゃないですか。でその監督も実際にその狩りのプロの方と一緒に参加して、で狩りから始めて、でジビエ料理その場でいただいてみたいな経験して、それで書いてくれた本らしくて、本当に監督のメッセージがたくさん詰まってる作品ですね、これは。で私はもうこの始まりの森で終わりだけど、この作品のシリーズ自体は続いてくらしくて、そのもうすぐ公開されるこれの続編の怒りっていう作品もこれに続いてたりとか、なんかその後も進展あるらしくて、でも私は関係ないんですけど。
でもなんかこれ撮ったのが6月ぐらいだったんですけど、なんかこれを機に私もなんかお芝居って楽しいなって、でもそれ以上に難しいなって思えて、なんかこれでより一層好きになったし、お芝居をもっと頑張りたいって思うようになったなって思います。でそれからキスミユーっていう作品に出会って、それも戦時中を生きる作品だったので、演じるっていうかその舞台上で生きるみたいな感覚を教えていただいて、それでもまたお芝居に対する気持ちがまたより一層強くなってっていう感じで、今年は本当に成長っていうか成長できる作品に出会えたなって思ったな。うん、そう、自分にとってのターニングポイントですね。めっちゃ真面目トーク。まあ、こんな感じで話したので、ぜひもう一度 YouTube で始まりの森見てくれたら嬉しいですね。なんか筋肉痛、筋肉痛なのかこれは、寝違えたのかな、痛い。1時か、どうしよっかな。もうちょい何喋ろっかな。確かに寒いからかな、寒いから力入ってそれはありそう。鼻が少し赤いね、赤いなって思ってた自分でも。外寒い、絶対寒いよね。てかここも寒い、まあまあ暖房つけたい。あとちょっとだからいっか。あ、献血？これから。ありがとう。ポスターもらえるよ、私の。今群馬で献血したら。ここは例の場所？例の場所？
レッスン場の別室です。マリアに群馬紹介してほしい。紹介番組、あ、ジャンポケロードっていう番組があって見て、 TVer でも見れるから。クリスマスプレゼントにチームメイトの DVD もらった。かわいい素敵、ありがとう。エイトの日まであとでも2週間ぐらいか。2週間か、あっという間だよ。でも楽しみだね。1日目も2日目もどっちもね、見てほしいっていう楽曲がありますね。ワクワク。エイトの日の次は赤の女王、嬉しい。赤の女王が1月終わりから2月にあって、まあかぶっちゃったけど AKB のコンサートもありますね。リカワとか新旧チームのコンサートとかねあって、まあ、2月、まあ、3月とか、あ、3月とか5月とかもうすでに予定が入っていて嬉しい。半年先ぐらいまで予定が入ってるんですよ、お仕事の。ワクワク。1時16分。休みの時何してるの？掃除とか散歩とか買い物とかテレビたまったの見たりとか本読んだりとかかな。のんびり歩きながら過ごしてます、休みの日は。歩くのが好きで、
からね、歩いてどっかまで行ったりとかしてるよ。でもなんかお出かけとかあんましないかもな、遠くに。こうないな。ほんと近所にお買い物とか。でも最近は寒いから そんな歩かないか。今年賀状作ってます。素敵。年賀状ってね、昔はあんなに当たり前に出してたのに、いつからかなんか遠くなっちゃったね。サブ。そうだよね、今は LINE とかで明けおめっていっぱい来るくらいでさ、やっぱ年賀状に書いて送るみたいななくなっちゃったね。寂しいけどやっぱ嬉しいよね、年賀状来ると。昭和が遠のいていくね。私さ、昭和好きなんだよね、めっちゃ。曲とかさ、なんか昭和の雰囲気の場所とか、あのあれ好きだもん。あ、ど忘れした。ビーナスフォートの車の昭和のテーマパークみたいなところ。あ、メガウェブ、うん、が昭和のなんか街並みみたいな場所になってて、でそこに車がいっぱい置いてあって、レトロな。でもう本当にそのホールは全部昭和の作りなんですよ。お店があったり、お家があったり、部屋の中があったりとか。好きなんだよな、そこ。ラーメン博物館も確かに昭和の作りだね。ああいうとこほんと好き、テンション上がる。そう、メガウェブの古い車が飾ってあるエリア、あのビーナスフォートの中の方、あのクリスマスの日、イブじゃない、普通のクリスマスかの日はスモワールがあったじゃないですか。だから私スモワール行く前にちょっとお話が終わってから時間があったので、ビーナスフォート行ってたマジでカップルと家族だらけで、私はねバッグ欲しいなって思ってたからバッグ屋さん行ったんだよ。でもそれはあれか、お台場のダイバーシティの方だって言って、バッグ買おうかなと思ってバッグ屋さん入って、あ、可愛いのあったって思ったら、それをおねだりしてるカップルがいて、あーって思って買うのやめた買ってあげてる人とかいっぱいいた、うわーって思って買うのやめて、ヴィーナスフォート行って、その昭和のメガウェブ歩いてスモワルに向かいましたね。家族も超いっぱいいた、やっぱお台場だからね。有明ガーデンも混んでたね。あれっていつできたんですか、あの大きなショッピングモール。
一回だけ行ったことある。なんか大きな温泉もついてるんですよね、あそこに。あ、そう、無印も広いんでしょ。昨日かな、昨日できたの。絶対嘘じゃん。去年か、温泉はだいぶ前。あ、そうなんだ。ああいうとこ好き、わかる。メガイブ年内で閉館。嘘でしょ？嘘？マジ？え、年内ってさ、あと3日ぐらいってこと？こないだ言っといてよかった。マジか。だから人いっぱいいたのかな。すっごいいっぱいいた。メガイブだけ？ヴィーナスフォートは残る？じゃあああいう昭和レトロな場所がまた一つ減っちゃう。そうだったのか。ヴィーナスフォートも3月、3月になくなる。そうなんだ。ヴィーナスフォートって私小6の修学旅行で行ったんですよ。だから思い出の場所なんだよね。小6の修学旅行で東京校外学習、なんかみんなでバスでヴィーナスフォート行って、ヴィーナスフォートぐるっと歩いて、バイキングでみんなでご飯食べて、で観覧車見て帰ったみたいな小6の思い出があるんだけど。あ、でその後キッザニア行ってみたいな。キッザニアは違うあれだけど、豊洲だっけ。懐かしい。大江戸温泉もなくなっちゃうの。お台場どうした？お台場が変わっちゃうんだ。そうなんだ。悲しい思い出の場所なのに。観覧車もなくなる？観覧車はなくなんないよね。私あの観覧車大好き。乗ったことないけど、見るだけ。ダイバーシティあ、ある？ゼップとかは？ゼップ東京。でもゼップ東京もなくなるみたいなの見たな、そういえば。あれ？それは嘘？やっぱりゼップ東京もなくなる。やっぱそうだよね。観覧車は残るの？なんでゼップなくなるの？私はあそこに愛子さんのライブを見に行ったっていう思い出があるんです。お台場は思い出があるな、結構そうやって考えると。大江戸温泉も高校生の時友達と行ったし。再開発。なるほどね。そっか。寒。そうなんだ。じゃあまた新しい何かができるんでしょうかね。さっきのバランスボールで縄跳び、2017年の今夜は帰らないって言ってた。あ、そうなんだ。4年前か。結構前だな。メガウェブなくなる前に行ってくる。
今日が28、あと3日だよ、急げ急げ。じゃあそろそろ終わりにしよう。1時半になっちゃった。楽しい、ずっと喋ってられる。まあずっとは喋ってなかったけどありがとう。じゃあランキング読みます。あれどうやって見るんだっけ。縦にしちゃ、あこれか、縦で配信したの初めてかも。じゃあ、あ間違えた間違えた。20位ハリーベル、19位ヤン、今年もありがとう、来年もよろしくよろしく。18位ジェリー、17位フォアン、16位ジェリー、15位モンゴリアンプッチョ、14位あれ変わった、あ変わった、20位 T シャツ、19位ハリーベル、18位コバ群馬ニア、今日は群馬の富士山が綺麗です、浅間山、17位フォアン、16位ジェリー、15位モンゴリアンプッチョ、14位今年ヤン、今年もありがとう、来年もよろしく。13位ビョンドク、ビョンドク。12位赤鼻のソルティ。11位フット、会議中でもう会議中、お疲れ様、頑張って。10位ケンケン、えかわいいパンダ、ありがとう。9位チャー群馬ニア、ありがとう。8位ヤッチ、ヤッチありがとう。7位タートシ群馬ニア、年始風邪ひかんようにねファイト、ありがとう、頑張ります。6位長い丸寿司だ、ありがとう。5位ジャン群馬ニア、ありがとう。4位水まりしみこ群馬ニア、正月から忙しいね、良いお年を、ありがとう、良いお年を。3位りょう幕張の群馬ニア、群馬ニア今日は仕事を、仕事納め、お疲れ様です、頑張って。もう納めた、これから納める感じ、ファイト。2位正月飾り中のケンケン群馬ニア、明日群馬行く、どこ行こう、群馬明日、雪すごそう、場所によっては、やっぱ温泉じゃない、いってらっしゃい。1位三角おむすび群馬ニア、ありがとうございます、ありがとうございます、みんなありがとう。コメントこれか、こうか、ありがとうございます、楽しかった、急に始めたけどありがとう、相手してくれて。じゃあ今日はエイトの日のレッスンがまだありますので頑張ってきます、ありがとうね、バイバイ急にバイバイ、ありがとう本当に、またね、またやります、バイバイ、みんなも風邪ひかないでね、バイバイ、終わります、バイバイ。